塚越、蕨市。塚越は埼玉県蕨市の町名。現行行政地名は塚越一丁目から塚越七丁目。郵便番号は三三五のゼロゼロ0 0 2蕨郵便局管区。蕨市の東部に位置し、地域のうち JR 京浜東北線東側の区域にあたる。住宅地の地下は二千十七年、平成二十九年一月一日の工事地下によれば、 塚越二から九から十三の地点で二十八万七千円毎メートルとなっている。戦国時代に、わらび城にいた渋川市の家臣が、同志の没落後に開拓して、塚越村もしくは、塚越神殿と称したと伝えられている。古くから、面栽培が盛んで、天保年間に、高橋慎五郎が新たな染色法や食器を導入して織物生産を始め、日本における、 マニファクチュアの先駆者として知られている。塚越にある塚越稲荷神社の境内社記神社は高橋慎五郎を祀ったものである。その子孫は事業を拡大させ、双子島時期によって塚越双子、足立双子、埼玉双子、東京双子などのプランを称しているわ。明治初期には日本国内各地に出荷され、豊田佐吉も食器改良のヒントを求めて、 塚越を訪れたという。なお、1889年、明治22年に、町村制の発足とともに、わらび塾などと合併して、わらび町一部となっている。だが、昭和初期以後の様相化の流れの中で、食器工業は衰退して、次第に住宅地化していくことになる。1958年、昭和33年以後、塚越が大きすぎるために分割され、 塚越末広町、東町、1から3丁目、定張町、1から3丁目が分離された。ところが、1966年、昭和41年に、住居表示の見直しが行われ、分離後も、大和、塚越を称していた地域が、中央、南町に分割され、反対に以前に分離された地域、南町に編入された、定張町1丁目のくが統合され、 新たな塚越し、一から七丁目が成立した。昔、諸国巡礼の僧侶が教門を埋めて、塚、京塚を築いたためにこの地を、故郷、塚越しと称し、これが変化して、塚越しになったという伝承がある。また、これとは別に現在の川口市芝中殿に落ち武者を埋めた塚があり、その塚を過ぎた場所に集落にあったために、向こう塚越しと称し、これが変化して、 塚越になったという伝承もある。2017年、平成29年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 京浜東北線わらび駅東口が塚越一丁目にあり、利用が可能。京浜東北線に並行して、宇都宮線、高崎線、 湘南新宿ラインも通過しているが駅はない。地内東側を埼玉県道35号川口揚げ尾線、産業道路が通過している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。